モナ・バルテルは、ドイツ・シュレース・ビヒ・ホルシュタイン州、バート・ゼーゲベルク出身の女子プロテニス選手。自己最高ランキングは、シングルス23位、ダブルス63位。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝、ダブルス3勝を挙げている。身長185センチメートル、体重70キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。バーテルの、 表記揺れも多い。3歳からテニスを始め2009年にプロに転校。4大大会では2011年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場。1回戦でシビル・バンマーを6から1、7から5で破り初勝利を挙げ、2回戦で第14シードのアナスタシア・パブリュチェンコはに0から6、6から7で破れた。全米オープンでも1回戦で、 第32シードのマリア・ホセ・マルティネス・サンチェスを6から3、6から4で破り、初戦を突破した。2012年1月のモーリラ・ホバート国際では予選から勝ち上がり、ツアー初の決勝に進出。決勝ではヤニナ・ウィック・マイヤーを6-1、6-2で破り、ツアー初優勝を果たした。全豪オープンでは1回戦で、アンキュ・キオザ・ボング、2回戦で、 第32シードのペトラ・チェトコフスカを破り4、大大会で初めて3回戦に進出した。3回戦では優勝した第3シードのビクトリア、アザレンカに2から6、4から6で敗れた。地元のポルシェテニスグランプリでは1回戦で、アナイバノビッチを7から5、7から6、2回戦では、当時世界ランキング7位のマリオンバルトリを6から3。 6から1で破りベスト8に進出した。準々決勝では、世界ランキング1位のビクトリア・アザレンカに4から6、7から6、5から7で破れた。7月のロンドン五輪に直前欠場したアンドレア・ペトコビッチの代役として、オリンピックに初出場した。シングルス1回戦で、ポーランドのウルシュラ・ラドアンスカに4から6、3から6で破れた。 2013年1月のモーリラ・ホワート国際では2年連続で決勝に進出したが、エレーナベス・ニナに36、46で敗れ連覇を逃した。2月の GDF ・スウェズ・オープンでもノーシードから決勝に進出し、第1シードのサラ・エラニオ75、76で敗りツアー2勝目を挙げた。4月のポルシェ・テニスグランプリでは、 ザビーネリ式と組んだダブルスで決勝に進出し、ベサニー・マテック・サンズサニア・ミルザ・クミオ6・4・7・5で破り、ダブルス初優勝を挙げた。2017年全豪オープンでは、予選から勝ち上がり4大大会発の4回戦に進出した。5月のプラハオープンでは、決勝でクリスティナ・プリスコバを2・6・7・5・6・2で破り3年ぶりのツアー3勝目を挙げた。 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。